池田恵美のリファーラルフォーライフ。時刻は十時三十分を回りました。皆さんこんにちは。池田恵美のリファーラルフォーライフのお時間となりました。今週もお聞きいただきましてありがとうございます。この番組は面白いよう形にの AI プランニングと壮大なビジネスと雄大な人生をつかむ起業家コミュニティを創造するアセンティブジャパンの提供でお届けしております。 パーソナリティは一生もののリファーラルを提供することで働く時間を半分に収益を倍にするお手伝いをしております。ビジネスコーチリファーラルマーケティングコンサルの池田あゆみです。この番組はリファーラル。紹介を通じてビジネスや人生をより豊かにしたい方にお役に立つ情報やとっておきの素敵なビジネスパーソンをご紹介する番組です。双方向でお伝えしていきたいと思っております。 番組では皆さんのメッセージ、ご要望、ご質問、どんどん募集しております。メールアドレスは7 9 7 f m g u i n e 1 c o m 7 9 7 f m g u i n e 1 c o m までお願いいたします。スマートフォンでもお聞きいただくことができます。ツイキャスやリスラジでも配信してます。ぜひ、fmguine1 検索してアプリケーションをご覧いただきながらお聞きくださいね。 はい、さてさてて、今週も始まりまりした。2月もですね、えー、もう半ば、もうすぐね、えー、この間節分が終わって、今度はもうバレンタインが目の前ということですけれども、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。今月2月はですね、FM 技能案さんのスタジオが工事のため、収録でお届けさせていただいております。3月にはまたね、えー、とても素敵な スタジオに変身するようですので、えー、今年は私もねまた、えー、沖縄に行って FM ギノワンさんのスタジオから生放送ができたらいいなというふうに思っております、まあ、しばらくちょっとね皆さんのコメントを拝見できないのが寂しいんですけれども。 えー、またね皆さんはまなみさんの声が聞けないのも寂しいですよね <laughs> もう少しお待ちくださいねその間ぜひ FM 技能宛てにメールをくださいコメントお待ちしておりますはい、えー、世間はね3連休になっておりますまあ、2月ですけどねなんか比較的暖かい日が続いてるのかなっていうふうに思います えー、この連休のお天気も良さそうなのでお出かけしたりとかね旅行に行かれる方も多いんじゃないかなというふうに思いますまあ今もねまだあの能登半島の地震の影響で、えーまあ、寒い環境にいらっしゃったり非常につ、ね、らい環境にいらっしゃる方もいらっしゃるいらっしゃるんじゃないかなと思います、えー、そんな中でもこの番組をお聞きいただく方がいらっしゃいましたらぜひですね皆さんに少しでもこうホットになるような 温かいお話題をお届けできたらいいなというふうに思っております。はいまあ、そんな、ねえー、3連休ですけれども、まあ、たまには皆さん、ね、いつも行かない場所に行ったりですとか、日頃なかなか会えない人に、ね、会えるチャンスですから、ぜひです、ね、積極的にこう行動を起こしていただいたらいかがかなと思っています。まあ、私は、ね、世間がお休みの時ってほとんど い、まあ、いつもも仕事ななんでですすよね。ね、まあ。連休はもう全く関係ないです、ね、いむしろなんかもう連休中ぶっ通しみたいな感じになっちゃうのでなんかこうね壮大なビジネスと雄大な人生とかって言ってる私が壮絶なスケジュールだったりとかするんですけどね <laughs> まああのー ねえー、日本人は勤勉と言いますけれども、まあ、仕事が、ね、趣味とか,いうか趣味だなんていう方もいらっしゃると思うんですけど、ま、うん私趣味とは思っていないんですよね。生きがいを感じてやってはいますけれども好きなことを仕事にもしてますし仲間にも恵まれていますしそういったことではすごく感謝はしていますけどやっぱり、ね、オンオフは、えー、すごくこう大事だなというふうに思ってます。なので まあ、えー、一週間に一度はで、一日はですね、えー、本当にこう、のんびりしたりとか、えー、ワンコとトを過ごしたりとか、家の中片付けたりですとか、まあ、そういう日にするっていうふうには、えー、なるべく取ろうとはしてます。<laughs> なるべくです。あとは、そうですね、もう私は大お風呂が大好きなので、 うんまあ家でね長風呂することもありますしじゃあ、あのー、たまたま家の近くにスーパーセントがあって岩盤浴があ,あるんですよね、まあ、そこにお風呂もんいくつやっけな、ね、い1234室内に4つ12345つかで外にも えー、5つぐらいお風呂があって岩盤浴も5種類ぐらいあるっていうところがあって、まあ、そこはもう1日中います <laughs> 朝から行ってお昼もそこで食べて、えー、岩盤浴したりマッサージしたりして、えー、夕方、まあ、夜ぐらいにですねもう家帰ってもそのまま寝るみたいな、えー、日も、あのー、月に1回は取るようにしてますね。まあ、そこでこうのんびりしてると こういろんな,なんか頭の中が整理できたりですとかリラックスだけじゃなくて、ね、頭の中が整理できたりいろんなアイディアが思い浮かんだりもするので結構そこを行ったりもしますね。まあ、でもね皆さんはせっかくのお休みなのでちょっとね普段行かないところに足を伸ばしてみるのもいいんじゃないかなと思います。 私はね、まあこんな感じなので、社会人になってから連休とかね、ゴールデンウィークとか、もう本当全然ゴールデンだったことってないんですよね。まあ、そういう職業ばっかりについてきたっていうのもあるんですけど、あのー、もともと、平日休みの仕事についてきてるっていうか、まあ土日休みの仕事に就かなかったっていいますかね。なので、えー、かえって、 土日が休みになっちゃうと逆に何していいか分かんなかったりもしますよね <laughs>。ねえ、土日のお休みってどうやって過ごすんだろうって感じですね。うーん、あのー、土日とか連休って本当どこ行ってもね、混んじゃうし、あの私、新卒の頃は百貨店で、あのーねえー、もともと勤めてたので、平日休みだったんですよね。なので、 あのー、まあ土曜とか日曜休むのは半年に1回ぐらいしか、まあ、順番でシフトが回ってこないので基本あの平日休みだったんですけど、あのー、平日休みのお友達があんまりいなかったのでちょっと友達と遊,ぶ遊べないのがつまんないなとか思ってましたけど、まあ、慣れちゃえば平日の方が楽だったりしますね、うん、この連休もがっつりお仕事ですけどもぜひ皆さんは楽しんでくださいね。 <laughs> ね、どんな連休を過ごされてるのかぜひ番組宛にメールもください。うん、実はね最近、えー、私はですね公、あのー、演の機会をいくつかいただいております。まああのー、年間に大体、えー、10件から20件多い年は20件ぐらいあるんですけど今年はですねもう早くも、えー、いくつか。 あのご依頼いただいておりまして、えー、つい先日ですね、えーまあ、またあのあ新たなお仕事で講演させていただきました。まあ、今年はもっともっと講演本数を増やしていきたいとは思っていて、あのー、それを周りにも言っているので、本当にそういうお仕事のチャンスが入ってきています。なので、えー、もし皆さんの、ね、周りで、例えば商工会議所さんですとか。 青年会議所さんですとか、あとはロータリークラブとか、ライオンズクラブさんとか、倫理法人会さんとか、大学ですとか、えー、いろんな業界の、まあ、団体、専門団体とかですね、この間は、えー、と税理士法人さんとか、弁護士会さんとかでもお話をさせていただいたんですけれども。 うん、あのー、まあ今までにもね何度も講演は登壇させていただいてるんですけど、まあ、今回ね初めて、あのー、私の地元の草加市で登壇をさせていただきました。まああのー、地元のね町の名士の方ですとか重鎮の方々もいらっしゃってもう人生の大先輩方が、えー、並んでる中 いやー、まあ、今まででね、一番緊張しましたね。<laughs> めちゃめちゃこ言葉も選んだというか、まあ内,まあ、内容はね、あの私のーテーマは私の鉄板ネタの草加せんべいとリファーラルというのでお話をさせていただいたんですけども、まあ、その草加せんべいについてはよくご存知の方たちが最前列を陣取っていらっしゃいましたので、 いやーなんかこう今までに書いたことのない汗をかいたりもしましたね。<laughs> うん、でまあその中でもね、えー、3つ大きく3つですけども夢を,夢を実現させるために重要なことそして2つ目が草加せんべいの歴史3つ目に仕組みと仲間について、まあ、約1時間お話をさせていただきました。まあ、リファラルとかね紹介 っていうのはもう私もらえてますよとかもう自分はできてるって思ってる方が結構多いんですよね。うん、なんですけどそれは本当はその他人の意思によって、えー、生まれてるもので自分から生み出せてないってことに気が付いてない方がほとんどなんですよね。私は経営者の方の方夢を実現させる、えー バタフライエフェクト戦略でね、働く時間を半分に収益を倍にするお手伝いをしていますということで、今回はお伝えしました。バタフライエフェクトって皆さん聞いたことございますかうん、聞いたことある方もいらっしゃるかもしれませんね。バタフライって蝶々ってことなんですけども、バタフライエフェクト、えーバタク、バタフライ効果と呼ばれるものなんですけども、これは 小さなな行動が大きな変化を作るという意味で最近よく、ね、使われていますよね。バタフライエフェクトバタフライ効果ということなんですけどもこのバタフライつまり蝶々が羽を動かす、まあ、こんな小さな行動が遠く離れた地域の気候にも影響を及,び、ま、及ぼしますよということから。 まあ、小さな出来事が最終的には予想もしてなかったような大きな出来事につながるということを意味します。まあ、私は今ねリファーラル信頼に基づく紹介というものの力で働く時間を半分にして収益を倍にするということをサポートしてるんですけれども。 その結果得られる時間の自由ですとか、その時間をぜひ大切な人と過ごしましょうよとか、やりたかったことに挑戦してみましょうよとか、行きたかったところに行っちゃいましょうよなんていうね、仕事だけではなくって、本来つかみたかったこと、なりたかった自分になるためのコンサル・コーチングをしています。 まあ、紹介はね一人ではたどり着けない希望や、えー、夢に向かって仲間の協力を得られる仕組みなんですよね。なので周りの方のお力をお借りするお互いに応援するような仕組みとも言えます。なのであなたのその小さな行動が誰かのためにまたはあなた自身のために大きなものになってくるんですよね。 えー、これを創設、まあえー、者アイバン・マイズナ博士ですね、えー、この紹介っていうのは信頼に基づく紹介って先ほどもお話ししましたけどこの信頼っていうのが非常に重要なんですよね。うん、信頼って目に見えなないいじゃないですかだからこうどれぐらい自分が相手からこう信頼されてるんだろうとか。自分の相手の何を 信じてるんだろうとかこういう目に見えないものも全部言語化して数値化するっていうことが、まあ、マーケティングなので、えー、そこにね表現する表示するっていうのがすごく重要になるんですけどこの「うん、信頼、うん」皆さんは何をもって信頼ってしますかね皆さん信頼って何,何があったら信頼ってしますか ここれ考えたことありますかね。信頼が重要ってことは皆さんもねよくある感じだと思うんですけどじゃああなたが大事にするそのしん大事にする信頼って何をもって信頼をするんでしょうか例えばそうですね約束を守ってくれたらとかあとはそうですね、えー、ちゃんと頼んだことをやってくれるだとかね まあ時間を守ってくれたらとかっていうことも信頼する要因だと思うんですね。または相手が嫌なことをしないっていうのも信頼にもつながるんじゃないでしょうかね。うん、皆さんは信頼って何をもって相手を信頼しますかで前綱博士はこの信頼っていうのは実は小さなことの積み重ねでできますっていうふうにおっしゃっています。 信頼は小さなことの積み重ねでできるんだそうです。うんえー、それは小さなジャッジ小さな活動小さな発言小さな思いやりこれらの小さな行動が重なって積み重なって信頼というのはできるんだそうです。このバタフライエフェクトね。 小さなな行動が大きな変化を作っていくまさしくねこの信頼の作り方っていうのもこのバタフライエフェクトとね一緒じゃないかなというふうに思いますまあこの間はねそんな、えー、バタフライエフェクトと、まあ、それがね小さな活動が皆さんのお夢につながる大きなものになるんですよでじゃあなんでそれを私がね、えー、日本中で お伝えしてるかっていうとっていうのは草加せんべいの歴史とともにお伝えさせていただきました。でねもう私の小さい時からあのご存知の方が、えー、最前列にお座りになっていらっしゃいましてですね、えー、すごいもう本当に緊張しちゃったんですけれども、えー、まあその方がねあの、まあ、草加せんべいの歴史っていう中で えーまあ、おその方は草加に住んでらっしゃるんですけれども、えー、別の業種のお仕事をしてらっしゃるので、まあ、おせんべいの,その詳しい歴史っていうのを実はご存知なかったり草加せんべいの仕組みっていうのもご存知なかったんですよね。でそれをまあ私の講演の中で、えー、お伝えしたところ。 いやーこういうことを草、ね、加の中でも,も語れる人がほとんどいないんだと、でこういうことをこうきちんと周りに伝えてきたのは、ま,まさしくねあの、私のお話の中でもいつもあの出てくるんですけど、私の祖父が草加、えーまあ、市の初代市長だったので、そういう町をつくっていく背景、えー、戦後の復興と煎餅の復興 えー、発展というところでは、まあ、大きな役割を担ってきた祖父だったので、まあ、そこと一緒におあ合わせてお話をさせていただいたんですけれどもまさしくそのね私の祖父がやってきたことを孫の私が別の角度からこうやって伝えて日本中に広めてるんだっていうことにものすごい感動したって言っていただいてまあそれがね本当に良かったなとは思うんですけれども。 あのーまあ、正直ちょっと話しにくいところもありましたけどねでもすごくいい経験だなっていうふうに思っております。今お聞きの皆さんね町の中にもいろんな歴史があるし今の町が発展する。 してきた理由っててていいううのもあるしそこをこう支えてきてくれたた人々がいたと思うんですよねぜひ皆さんの周りのバックボーンね、えー、後ろの背景っていうのもいろいろお調べになっていただいてどんな行動誰のどんな行動がこんな風に発展してきたんだろうとか誰のどんな発言が、えー、周りの人に影響してるんだろうとかなんかそういうのをひ、ね、も解いて考えていただくといいんじゃないかなというふうに思いました。 えー、今回ね、私がお伝えさせていただいた中にはですね、私が子どもの頃に祖父が言ってた言葉で、えーが、今でもね、覚えてる言葉があります。それは、カー戦部屋ってね、一度戦争の時代に第二次世界大戦、もう本当終わりの頃にですね、戦、え、況、ーまあ、が悪化してきるので、えーえー、原料の。 お米を仕入れることもできず、えー、工場の鉄材を全部持ってかれて鉄砲や戦車に変えられるということで、えー、町中のお屋さんんが強制廃業になっているんですよねそこからあーもう本当に苦しい時代があったんですけれども戦争が終わってもう一回町を復興させよう草加せんべいという技術があるんだということで。 これをみんなでね力を合わせて町中の人たちが、えー、自分の得意や強みを生かしてこれをまあ仕組み化してチームになって、えー、もう一回一丸となって復活,復活させ町も復興させたという経緯がありましたでその時に祖父が言っていたのは、えー、なんとかね命だけは助かったんだもうこれからはみんなが力を合わせて ににに生きてていくくことが非常に重要になってくる一人だけが元気で自分だけが助かっていい思いをするんでは全く意味がないこれ、えー、業界が周りが元気でなかったら廃れてしまうんだということを祖父が言ってたことを私はあ小さい頃だったんですけどね聞いたのを覚えてるんですよねで「廃れてしまう」っていう言葉がね その時意味がよく分かんなかったんですけどなんかすごい怖いことなんだなっていう、えー、イメージは残っていたんですで今私もね、経営者になってみてその業界が廃れてる廃れていくっていうことの重要さというか重みと言いますかねこれにねあの非常に私は強いインパクトを持っているんですねなので これとり勝ちっていうのはうんその人はね非常に潤うかもしれないんだけどその分周りの人たちが辛い悲しい思いをすることが多かったりするんですよね。でまた独り勝ちした人っていうのは周りに妬まれたり妬みそねみみたいなね、えー、もう本当に、えー、まあ醜い世界を作り出してしまうと思うんです。それよりも ここの業界が元気でいること、えー、つまりね業界が元気でいるってことはそこに市場が生まれるんですよね。市場っていうのは販売者のの数数かける買い手の数なんですよ。だから自分だけがその買い手をね囲うんだったら全然小さい数なんですけれども販売者それに携わる人たちが多ければ多いほどお客様っていうのも増えていくので。 市場つまり業界っていうのが発展していくということなんですよね。それはもう私も経営者になってみて、えー、やっと分かったことだったんですが明治生まれの祖父が。 この戦後にそんなことを提唱していたっていうのはすごいなって思うんですよね。だからそう祖父はもう圧倒的なリーダーシップとあとものすごい高い視座って言いますか俯瞰力っていうんですかね、えー、すごくこう上から全体を見渡して、えー、どこに何が足りないこれとこれを合わせたらこうなるんじゃないかみたいなこう想像力と お、俯瞰力そして行動力っていうのが、えー、際立って持ってた人だったのかなっていうふうになんか今更ながら感じますこれはやっぱね、経営者には必要な素質じゃないかなと思ってるんですよねで、これは経営者に限ったことじゃなくて、えー、日常の生活の中でも先を見通す全体を見渡すなんていうことはやっぱり重要なことだと思いますので 皆さんもですね、えー、ちょっといつもと視点を変えてみてそして小さな行動を積み重ねていって大きな変化をつかんでいただけたらなと思います。ただ、ね、重要なのは行動しななかったら何にもなりません。まずは今日何か一つでも一歩でも動いてみませんか その一歩がですねちょうど連休中ですからいつも行かないところに行ってみる車で行ってたところを歩いて行ってみるだとかね電車で行ってみるとまた見える景色も違ってくるでしょうし、えー、いつも誰かと一緒に行ってるその楽しさもあるかもしれないけど1人で行ってみるっていうのは、ね、いいかもしれないし1、えー、人で行ってるところは誰かお友達や家族と一緒に行ってみるとか、えー、誘ったことのない人に声をかけて行ってみるとか。 ちょっとししたた、えー、歩を、ね、踏み出していただくそれがきっとあなたの輝く未来につながっていくんではないかなというふうに思いますバタフライエフェクト皆さんの小さな行動が大きな、ね、予想もしない大きなものにつながっていく是非皆さんの未来を輝かせていっていただきたいなというふうに思いますはいえー、さてさて 番組かららのお知らせでございますアセンティブジャパンはですね2024年1月からアセンティブアカデミーとしてリニューアルをいたしましたより実践と成果を出しやすい環境そしてステージアップへのアドバンスプログラムを充実させております紹介を自ら生み出し恒常的に流れ込むあなたのリファーラルパイプライン水道管をですね、えー、引いて紹介が途切れないような戦略を作るお手伝いをしております 体験のオンラインセミナー説明会が毎月15日の2時から4時、えー、2時から4時4半で開催しています。今月も2月25日2時から4時半まで行います。ご希望の方はぜひアセンティブジャパンのホームページからお申し込みください。皆さんね、えー、バカフライエフェクト、大きな変化につながるような、そんなきっかけになるかもしれませんので、ここもね一歩踏み出していただくといいんじゃないかなというふうに思います。 今週もお聞きいただきましてありがとうございました、えー。素敵な一週間をお過ごしください。アメージングビジネススペクタクラライフ、お相手は池田あゆみでした。また来週お会いしましょう。いってらっしゃい。